タカが待ってんだよ。あいつのことはもう諦めろ。うまくいかないって。救ってみせよう。例のお侍、酒井仁と申す。これはこれは失礼しました。あっしは検事、信頼と安心の当時で酒売り。そんで島一番の山氏、高を麻浦から助けるのに手を貸してくれるんだってさ。あそこは猛虎だらけ。村を乗っ取られたか。あの壁を越えるのは難儀だな。実は酒の運び手は入れるんだよ。バカ言うんじゃないよ。酒を用意しろ。道すがら策を練る。まずは一杯やりましょう。ゆっくり策を練って。んほら行くよ。村に近づいたら荷車に隠れてください。荷を改めぬのか。ご心配なく、何度も何度も届けてますからね。あっしの酒が口にあったようで。もっとよこせ。でもうるさいの。なんの敵と商いをしておるのか。死にたくなければ酒よこせって脅されてまして。支度できたなあ。本当にやるつもり。タカのためだから。アザモウラはどのような有様だ。歯向かったやつは殺され、生き残ったやつは捕虜にされるか下人にされるか。タカを見てないんだね。ああ、でも火事場で働いているやつがいるって聞いた。きっとタカだ。二人は知り合って長いのか。アホな子供の頃からさ。酒を作り始めたばっかの時にこいつが初のお客。ふん、飲めたもんじゃないけど安かった。しばらくはタカにも手伝ってもらったんですがね、あいつはどうにも口車に乗せられて酒をやっちまうんだよ。ただでね。猛虎だ。あ、二人とも早く荷車へ。小勢だな。任せろ。やめてくれ。タカに会えなくなる。頼むよ。わかった。荷を調べられるかも。話が違うではないか。様子が変だ。いつもは門のところにいるってない。軍師兵っぽい。おい、止まれ。ナースだ。ナース、ほれ酒だよ。酒か。ほら行け。もうすぐですよ。今の叫び声は。いいから黙ってて。タカも同じ目に遭うかも。腕のいい鍛冶屋ならば傷つくこともなかろう。わからないだろう。そろそろです。静かに。ボンコ、ボツァディルチ。まさかうまくいくなんて。もうひどい。きっと誰かが兵を怒らせたんですが、村の半分が焼かれてる。ひとまずお別れですね。兵に酒を飲ませ気をそらせろ。やってみましょう。無理はするな。酒井様もご武運を。タカが待ってるよ。行こう。終わったら村の外にある辻で待っております。見晴らしの良い場所を探すぞ。こっち良いか。万が一にも敵に見つかったら俺が死ぬんだろう。分かってる。いやー、皆さん喉がカラッカラじゃないですか。うまこの上見て、門のそば。あれが一人の頭か。クズめ。あやつ捕虜を品定めしておる。
タカのところに行くかも。追うぞ。どこげんそうか。レーゲンシャッター。きっと、タカは無事だ。肝が小さいから。行くぞ。侍カルス、ユニカラ。지금어디있어너연통비행링올려주고있어이どうした鍛冶屋の鷹という男手を抜いてるぞ粗悪なものしか作ってないやはりね鷹がいる他に鍛冶屋がいないわしだって鍛冶屋だそれにあいつより腕がいい二人分の飯はないだからタカを殺すだがお前も気を抜くでないぞあの野郎めタカがやられるヘイが大勢おるな人売りを見
しな。先に鷹を見つけないと。ユナ、離れるな。抜け道を探す。You were. You just want to die. Team, bah. Then, nigga, what did you say? Nigga, you're Harsinta. To you, also. Arrest him! Negim Harsinta. To you, Harsan. Yasin Bey.
watch his belly! させてくれ、タカだ。やめてくれ。姉さん。タカ。何もされなかった。怖かったろう。すぐに立つぞ。無理だ。どうせ捕まる。逃げられやしない。この人は社会人、守ってくれるよ。タカ、信用してくれ。力を借りたい。励んでみます。そこから出るぞ。ムクロが見つかった。殺される。隠れましょう。いや、進むぞ。あそこ登れそうだ。これからどこへ。ケンジが辻で待っておるはずだ。このケンジが村から出られていたらね。浜に兵がいる。道を間違えたんだ。
こっちに来ますよ。草むらに入り身を隠せ。ケンジだよ。タカ、やったな。つけられたか。いいえ、でももう家には戻れませんね。あちこち猛虎だらけです。さあ行くよ。アザモウラから少しでも離れよう。よし、夜明けから猛虎を見てない。巻いたみたいだ。行き先を決めねばな。この先で伊豆原を見渡せますよ。疲れたか。酒が飲みたい、あと眠りたい。酒ならいくらでもあるぞ。タカ、寡黙だな。死なないんだってことがまだ信じられなくて。酒井様、助かりました。でも姉さんとはどのように。命を救われたのだ。俺と同じですね。もう体がガクガクだ。小松は山の向こうだよ。火事場がある。ええ、島で一番の。あの火事場を使えば城の壁を越える道具を作れるかもね。タカ、どうだい。もちろん、ご恩に報いるためなら喜んで。ありがたい。タカ、ケンジ、少し休め。すぐに立つぞ。気分はどうだ。タカが無事で安心した。弱っておるが、小松までたどり着けそうか。飯食って寝りゃ元気になる。アザモウラにはまだ捕虜が残っておるな。助けに戻るつもり。村から猛虎を一掃せねば。そうだね。お主らは小松へ、俺は後から向かう。ジン、ありがとう。母上は当時に来た時すら髪を下ろしてくださらなかったな。
ここへ。こちらの精鋭を出せ。このまま逃げてもいいんだぞ。菰田の浜で死んだ我が友、葛西、松戸、本郷、お主らの対馬への思い忘れはせん。いたと思ったら、突進してきよった。少々手荒だが使えそうだ。何があった？賊に襲われ食べ物を奪われたのです。米粒一つ残らず。そやつらはどこへ行った？北東の森の中へ。盗みを働いたことを後悔させてやる。殺してはなりません。賊も生きようと懸命なのです。
約束はできぬ。地平道を吐いてくれ。よくぞご無事で。取り返したぞ。お米、最後に口にしたのはいつのことだったか。盗まれたのではないのか。どうか、お許しを。たばかったとは。このような時に賊に食わせてどうするのです。それに殺さぬように頼んだはず。致し方なかった。はあ、私のせいで。嘘をつかずともお主を助けておったぞ。これきりにします。信じてください。手に入りにくいものが揃ってますよ。本当にお侍様だったのか。見た目はそうだ。金、材木、布を扱います。鎧を奪った野党官も。どこのバカが侍ごっこなんかする。何かご入り用でしょうか。クロード様の鎧を見たけど、あれじゃ猛虎に勝てそうもない。なら何を拾ってるんだ。
たちは盾、今度の盾だ。対馬に攻めてくる前、蒙古は内輪もめをしてたって約束だ。空軍だけでは飽きたら、身内同士で戦ってた。刀鍛冶をお探しですか。磨き上げましたよ。酒井様、十分な素材をお持ちください。また頼むぞ。これで我らも安全です。あいつは人手なしのクズ野郎だから、飯を食うためなら盗みも殺しも厭わないんだ。家族が多いんだ。ジン、こっちに来い。うちの鎧は猛虎の武器にも負けません。どんな鎧でも扱います。もう鍛えられません。ああ、素材を十分にお持ちでないようですね。陰ながらご分をお祈りして。太刀の切れ味を鮮やかにいたしましょう。お侍様を見たって聞いたよ。でも島の侍はみんな死んだはずでしょ。きっと亡霊になって私らを守ってくれてるんだ。弓の手入れをいたしましょう。速さ、やとび、力。長尾忠頼様も羨む弓です。恐れながら素材が足りないようです。お侍様、鶴の音の調子はどうだ。笹の葉ですね。お侍様、ちょうど西行様のお言葉を思い出していたところです。心を清めるにはまず体を清めろとか。ふん、さといいお方のようだな。晩年はもっぱら湯に浸かって過ごしたのだろう。ですが少しは特進がいきませんか。癒しの水、清めの湯気、紅葉の葉から漏れる光、戦に向けて心を研ぎ澄ますには湯に浸かるのが一番でしょう。そうかもしれんな。湯に入りたくなってきた。
これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、アザモウラを取り返すためお力添えを。